いやー、誰かマビック3くれねえかな。はい、発表になりましたよね。欲しいな。はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。すっかりね、秋となって寒くなってきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今日はですね、久しぶりにこうガジェット系というかカメラ周りの小物系を紹介しようかなと思います。今日はこちらのご紹介です。はい、サムネイルにもあったんですけど、こちらをご紹介していこうかなと思います。それでは行ってみましょう。はい、すいません、いつもご視聴ありがとうございます。ですね、僕実はですね、 SD カードケースの今日はご紹介なんですが、これなんていうんですかね、 SD カードケース、まあ動画とかやってると結構 SD カードって結構増えていくと思うんですけど、結構その外出先で動画撮ったりするときに、やっぱりカードがいっぱいになって、こうカード入れ替えたりして、そのカードの行き先というか、まあ結構今まで撮った大事な、なんていうんですか、動画の素材を大切にこう保管していきたいときに、まあ、最初はね、頑丈な方がいいとは思ってたんですけど、まあ、Amazon で安価な、アルミのやつを買ってたんですけど、こう真ん中でパキって使ってたら割れちゃいまして、これはちょっとあれだなと思って、頑丈なのはないかなと思って探して行き着いたのが、こちらのポラープロのスレートアルミ、カードケースですね。はい、でこちらはもう本当にめちゃくちゃ頑丈なんですよね。でなんか耐水もちゃんとしてて、水に濡れても大丈夫っていうぐらい頑丈です。で僕が買ったこちらのメモリーカードケースなんですが、まあ、種類が何個かありまして、こちら SD エディションといってまして、マイクロ SD カードは16枚、SD カードが8枚入るモデルになってます。はい、こんな感じですね。まあ多分その部屋的には一緒ですよね。あのこちらに SD カードが入って、ここにマイクロ SD が2つ入るような、格好になってますね。でゴムなんかもすごいしっかりしてて、頑丈で、こう閉めた時にこう水が入ってこないようにこう圧着されるような感じになってます。そして、この SD カードエディション、 SD エディションの他に XQD エディションと CF エディションっていうのがある。まあ、XQD ってちょっと分かんないですけど、 CF エディションっていうのは CF エクスプレスかな、まあ、カードエディションみたいな感じになってますんで、まあ、詳しくは概要欄に、他の種類も載ってますんで、ぜひ見てみてください。で大体こちらの特徴が SD および XQD オプションがある構造で、2つ目に鋳造アルミニウム構造、3つ目に超頑丈な外装となんか最後あれですね、超頑丈な、まあ見ての通りさっきから言ってるんですけど、すげえ頑丈です。指が痛いぐらい頑丈なのです。とても信頼してます。値段がちょっとお高めになってまして、普通の SD カードケースだと1000円ちょっとで買えると思うんですけど、こちら4950円税込みってなってますね。まあそんな感じ。まあでもね、これアルミケースで、まあ多分壊れることはないと思う。中のゴムが劣化しない限りずっと使えると思いますし、あの中のね、やっぱ動画やってるとデータって結構命じゃないですか。まあそういうのを守るには、まあこういった頑丈な SD カードケースがあるとすごくこう安心して旅行に行ったりとかもできるし、すごくこう気軽に持っていけるかなっていう。まあちょっと重さは普通の SD カードケースより重いんですけど、まあめちゃくちゃ重い、これ1個カバンに入れるとかなり重量が変わるなってほどの重さではないので、全然1個持ってれば大丈夫かなと思います。でアクティブな方もね、僕も登山なんか、したりとかスノーモービル乗ったりもするので、まあ、そういう時カバンの中に入れる時に、まあ、こういうデータ系の保管っていうのはすごくこう信頼がおけるケースがあるとすごくとっても安心なので、これから使っていくのが楽しみです。それでは以上で、今日の動画の内容は以上になります。皆さんいかがでしたか。僕の気になる商品をこうやってたまに紹介していきます。カメラ系だったりとか、まあ、あとアクティブ系なんかもやってますし、キャンプもやってます。ぜひあのチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。いやー、誰かマビック3くれねえかな。はい、発表になりましたよね。欲しいな。